ドミトリー・フヨードロビッチュ・ウスチノフは、ソビエト連邦の政治家。ブレジネフ、アンドロポフ、チェルネンコの時代に、国防大臣を務めた。閣僚会議第一副議長、国防工業大臣、ソビエト連邦共産党政治局員、同等初期局員を歴任した。半世紀にわたって、ソ連の軍需産業の育成と運営にあたり、 冷戦時代のソ連をアメリカと並ぶ軍事力に押し上げるのに巨大な役割を果たした。1908年10月30日にロシア帝国のボルガカ藩の町であるサマーラの労働者の家庭に誕生するが内戦が起因して若くして両親を亡くす。1927年に共産党に入党する。 製紙工場で、機械工として、働くなど、いくつかの職場を経て、レニングラードの軍事機械大学に入学して、設計日誌を資格を取得する。卒業後は、レニングラード市の軍事工場である、ボリシェビークに就職し、1937年に、同工場の企業長となる。1941年6月に、独祖戦の直前に32歳で、 ヨシフ・スターリンにより、ソビエト連邦軍事工業人民委員に抜擢される。ドイツ軍により、レニングラードが包囲された際、ソ連の軍需産業を攻撃から守るため、数週間で、ウラル地方への軍需産業の疎開を実現したほか、兵器の大増産に抜群の事務能力を発揮して、ソビエト連邦軍の反抗作戦に多大な貢献をし、社会主義労働英雄と分刊ながら、 ソ連軍技師、技士勤務大将の称号を授与された。1952年に、ウスチノフはソ連共産党中央委員会委員となる。1953年3月5日のスターリン死去後、軍事省と航空産業省が統合されて、国防工業省が創設された際には新たに、国防工業大臣に任命され、ニキータフルシチョフ政権で引き続き、 ソ連の軍産複合体を統括することとなった。1957年にロケット、兵器、原子力産業担当の閣僚会議副議長となり、ミサイルやロケットの開発を推進した。1961年にユーリガガーリンによる人類初の宇宙飛行を成功させた校により、再度社会主義労働英雄の称号を得た。 1963年に閣僚会議第一副議長となり、軍事のほかに民間工業も担当した。ザーパド81で空挺部隊と共に写真に写るウスチノフ1964年10月14日にニキータ・フルシチョフが失脚し、レオニード・ブレジネフが最高指導者となると、再び軍事工業部門に復帰する。1965年に、 政治局員候補に選出。1965年3月に第23回党大会でソ連共産党中央委員会初期に就任し、これを1976年10月まで務め、軍、軍事工業、特定の治安機関を指揮した。また、戦略爆撃機と大陸間弾道ミサイルシステムの開発も担当し、アメリカに寄港する、 核戦力を構築した。1976年3月には、党政治局員となった。同年4月26日に、国防省のアンドレイ・グレッチコ元帥が在職中に、死去すると、公認として、文民発の国防省に就任し、合わせて4月29日には、上級大将に昇進。ついで7月30日に、ソ連邦元帥の称号を授与された。 ウスチノフは、ニコライオガルコフ参謀総長ら軍の将軍と共に、ソビエト連邦軍の発展と近代化を推し進めた。そして1979年に彼は、ソ連軍は、とうとう国民から求められる任務を遂行することができる、ハイレベルな段階にある、と自信を持って断言した。1979年に、アフガニスタン戦争開戦を決定する。 政治局会議に参加。KGB 議長のユーリアンドロポフとと、1982年のユーリアンドロポフ、1984年のコンスタンティン・チェルネンコ領書記長の選出に力を貸し、ミハイルス・スロフの死後、クレムジンのキングメーカーとその実力を恐れられた。特にチェルネンコ政権時には、チェルネンコが深刻な健康問題を抱え、かつ、 軍事問題に関して経験不足であったため国防省としてその埋め合わせをし影響力を保持した。一方で1979年の米ソ首脳会談に同席した際アメリカ側に熊のぬいぐるみを送って嫌な目に合わされない限り平和でおとなしいのがこの動物だと語るようなエピソードも持つ。1992年に ロシアのボリス・エリツィン大統領が公開した文書によると、1983年の大海航空機撃追事件では、ウスチノフが KGB 議長のビクトル・チェブリコフと共に、007、ビンがアメリカのスパイ活動に協力していたという主張を裏付けることができないため、ブラックボックスを公開すべきでないと、アンドロポフ書記長に進言したとされる。 1984年11月7日、ウスチノフは赤の広場で行われた10月革命67周年記念パレードに姿を見せず、代わってセルゲイ・ソコロフが国防省大行として舞台の巡列と記念演説を行った。ウスチノフは10月下旬に肺炎を患い、その肝大動脈の緊急手術を受けていた。後に肝機能及び腎機能の低下を引き起こすに至り、 最終的には心不全に苦しんだ。同年12月20日、モスクワで死去した76歳ボー当や政府の指導者以外の人物が没した場合では、珍しく公式の服務機関が設けられ、赤の広場で取り行われた国葬はソ連中央テレビで放映された。葬儀では、グリゴリー・ロマノフ、ビクトル・グリシン両政治局員や自身の後継となった。 ソコロフ国防省らが追悼演説を行い、ソ連国家が演奏される中、遺骨はクレムジンの壁に葬られた。なお2021年現在、ウスチノフがクレムジンの壁に遺骨が葬られた最後の人物である。ウスチノフの死後、レニングラードのバルト海軍工兵大学は、ウスチノフバルト海軍工兵大学と名称を変更し、スラバ級ミサイル巡洋艦2番艦は、 マーシャル・ウスチノフに改名された。イジェフスク氏は、ウスチノフを記念して、ウスチノフ氏と改名されたが、ゴルバチョフ就任後の1987年に、元の名に戻された。ウスチノフは、生涯を通して何冊かの本を執筆した。その中には、選択された演説と議題、我が国に放仕する共産主義の根源などがある。ありがとうございます。